見ればすべてがわかる埼玉県秩父長瀞渓谷フォレストサンズ長瀞オートキャンプ場マスターコーススタートです。今回は埼玉県の秩父長瀞にある県内屈指の知名度を誇るキャンプ場フォレストサンズ長瀞オートキャンプ場を超解説します。超解説フロー1フォレストサンズ長瀞のここがすごい2キャンプ場データ3マップ解説4近隣データ以上で超解説します。1. フォレストサンズ長瀞ここがすごい最大の魅力。フォレストサンズ長瀞は国指定名勝天然記念物の岩畳より近い秩父荒川長瀞渓谷の断崖絶壁に位置するキャンプ場。サイトから雄大な長瀞渓谷が見渡せ、河原へ降りて水遊びもできます。長瀞ライン下りの船がキャンプ場から見下ろせるのもこのキャンプ場ならではです。長瀞渓谷岩畳をはじめ地下深くの高圧下で形成された結晶片岩が地表に露出、地球内部を地質学的に垣間見れ、別名地球の窓と言われます。岩畳はその名の通り隆起した結晶片岩が畳のように荒川に沿って約50メートルの幅で約600メートルの長さで広がります。最近はブラタモリ長瀞編で特集が組まれました。観光エリアに位置、明治時代から観光地として栄え、年間300万人が訪れる一大観光地。岩畳の他にもミシュラン、グリーンガイドジャポン、一つ星の宝登山神社、ライン下り、川下り、ロープウェイ、ハイキング、ウォータースポーツ等が一年中楽しめ、またわらじかつや豚味噌丼、天然氷かき氷などご当地グルメも堪能できます。高規格おしゃれフォレストサンズ長瀞オートキャンプ場はアメリカ直輸入のトレーラーハウス、ウッドコテージ、テントサイト、ブッシュクラフトサイトの4種類の宿泊方法があり、キャンプ初心者から上級者、グランピングやキャンプ、バーベキューが楽しめるキャンプ場。キャンプ場は全サイト電源あり、ブッシュクラフトサイトは除く。 Wi-Fi 環境整備、炊事場は給湯完備、洗剤たわし備え付け、トイレ洋式、水運線温水便座、コインシャワーあり。キャンプサイトの地質は珍しい赤レンガチップで、サイト自体がおしゃれです。初心者に優しい、うっかり忘れ物をしてもすぐに買いに行けます。セブンイレブンまで車で3分、ダイソー、ヤオコーまで車で9分、初心者には非常に心強いキャンプ場です。以上、フォレストサンズ長瀞は観光、グルメ、アクティビティに盛りだくさんなエリアにある、初心者に極めて優しい高規格、高リッチ、おしゃれなキャンプ場です。次にキャンプ場を詳しく解説します。 2. キャンプ場データ、アクセス、都心から車、電車ともに2時間弱でアクセスが可能。秩父鉄道野上駅からも徒歩10分です。ロケーション、最大の魅力といえるロケーション、年間観光客300万人の一大観光地長瀞にあり、長瀞渓谷の岩畳よりほど近く、眼下に荒川の雄大な流れを見下ろす断崖状に位置するキャンプ場です。開業2011年6月23日オープン、今年で10年目のキャンプ場です。営業期間通年、2021年より冬季も営業開始になりました。定休日はありません。予約方法、電話予約不可、ホームページより希望の日程で予約を入れます。人気のキャンプ場なのでキャンセル料が15日前から発生、早いので注意が必要です。予約受付開始日、オンライン予約は120日前より受付開始。インアウト時間と手順、トレーラー、コテージ、テントサイトで時間が異なります。テントサイトはチェックイン13時から17時、チェックアウトは11時。サイトの番号指定は予約時にサイトナンバーを指定して予約します。料金、トレーラー、コテージは人数、場所で細かく異なるのでホームページを確認が必要。こちらがトレーラー料金の一例、ホテルの素泊まり料金と変わらない金額でトラベルトレーラーに宿泊という貴重な体験ができます。こちらがコテージ料金の一例、3世代で利用し、親子はテント、祖父母はコテージという使い分けをされている方もいるそうです。
こちらがテントサイト料金。テントサイトはサイト料ではなく使用人数で料金が決まることに注意です。参考までに私はハイシーズン家族大人2名、小学生1名で1泊9000円でした。世帯人数が増えるほど割高になるので、どのサイトも少人数で過ごしやすいです。気温、標高150メートル前後なので、標高による気温差は気をつける必要はありません。丸3、マップ解説。全体レイアウト、マップを元に解説していきます。入り口、出口、受付。受付事務所とテントサイトは道を挟んで正反対にあります。入り口はこの看板が目印。受付は少し分かりづらいです。こちらの受付でチェックインを済ませます。受付時間は9時から17時です。受付時に施設説明の書いたファイルを受け取ります。 Wi-Fi パスワードや細かいルールが記載されているので、時間のある時に目を通しましょう。道路を挟み反対側がテントサイト入り口。チェックインは13時から17時、アウトは11時です。ゲートのクローズは21時30分。駐車場、サイト内への直接の乗り入れはできません。サイト隣接の空いている駐車スペースに止めて設営をします。1サイト1台、2台目以降は無料駐車場あり。受付時に希望者には運搬用カートの貸し出しもあります。サイト種類、トレーラーは事務所側、残りはすべて道路反対側に位置します。トレーラーは25台、コテージ8棟、テントサイトは17区画、ブッシュクラフトサイトは20名まで利用可能です。サイト特徴、長瀞渓谷沿いの絶壁にそびえ立つ林間サイト。川の向こうには長瀞オートキャンプ場のサイトが見えます。渓谷を挟んで反対側に別のキャンプ場が見えるのも珍しい特徴と言えます。地質、赤レンガを砕いたチップが敷いてあります。色のついたタイルの破片もありおしゃれです。水晶ペグ、赤レンガチップの下は想像よりも硬く、鋳造ペグをおすすめします。水はけ、宿泊時雨が降りました。テントに水は溜まっても地面に水たまりはできず、水はけは良好です。電源有無、全サイト電源あり。サイトナンバープレート脇に電源があります。直火について、直火は不可です。炭や焚き火の灰、花火のカスはチェックイン時に渡されるバケツとトングを使用。チェックアウト時に返却します。遊び場、施設内にはボルダリングとレンタサイクル、水遊び場があります。ボルダリングは事務所受付の裏に専用ルームがあります。プレイしなければ同伴者は無料、冷暖房完備で快適です。レンタサイクルも手頃な価格、1日プランがお得です。水遊び場については現在コロナ感染拡大防止のため使用は不可です。またテントサイト脇から荒川、河原に降りられます。河原は死亡事故が多発しているので、足をつける程度にしておきましょう。トイレ、仮設トイレを半室内に常設、非常に綺麗です。台数は男子が小1、第1、女子2。朝渋滞の場合は事務所横のトイレも利用可能です。炊事場、炊事場はお湯完備、綺麗です。洗剤、たわし、備え付け、持参不要です。管理事務所、売店、事務所は場所が少し分かりにくいです。道路反対側に一度駐車して受付を済ませるのが安心です。受付時間は9時から17時。薪と炭、コメリの薪が800円で販売されています。コメリで買うより200円高いですが、買いに行く手間を考えると悪くないです。炭も3キロ800円で販売しています。レンタル品、レンタル品は調理器具中心にたくさんあります。テントの貸し出しは行っていませんので注意です。ゴミ、ゴミは分別が必要ですが無料で捨てて帰れます。出口直前にありますので捨てて帰りましょう。燃えるゴミ、燃えないゴミの分別が必要です。浴場、スケートパークに併設されたコインシャワーを利用可能です。注意事項、場内灯は22時で消灯、直火は禁止。焚き火台やコンロ等の器具を利用しての焚き火等は可能です。打ち上げ花火、音の出る花火は禁止です。
手持ち花火、ドラゴン花火は21時まで。ラジカセ、楽器類、発電機など音の出るものの使用は禁止です。リードの使用などペットルールもあります。おすすめサイト、トイレ炊事場は全サイトからさほど距離はなく差がありません。おすすめの決め手は長瀞渓谷の眺望です。おすすめはそのままサイトナンバー順、特に1から8番までがおすすめです。9番以降からは特に木々で少し渓谷が見づらく、またサイト裏がスケートボード場のため自然を満喫したい方には滑走の音が大きく少し気になります。予約も番号の若い順に埋まりがちです。4、近隣データ、食材購入場所、すぐ近くにコンビニ、スーパーがあるので食材は現地調達をお勧めします。1、フジマート長瀞店、営業時間9時から22時、車片道4分。2、セブンイレブン長瀞中野上店、営業時間24時間、車片道3分。3、ヤオコー皆野店、営業時間9時から21時、車片道10分。浴場施設、車片道30分以内でこれだけの温泉があります。1、秩父川端温泉盆の湯、営業時間9時から22時、車片道15分。2、秩父温泉万願の湯、営業時間10時から21時、車片道15分。3、かんぽの宿より営業時間10時45分から15時、車片道15分。4、和道高専旅館湯の宿和道、営業時間11時から14時、車片道20分。5、天然自家源泉足音の湯、営業時間10時から22時、車片道25分。観光施設、景勝地、主な観光施設、景勝地は1、神社、宝登山神社、営業時間24時間、車片道6分。2、景勝地、長瀞岩畳、営業時間24時間、車片道5分。3、博物館、埼玉県立自然の博物館、営業時間9時から16時30分、車片道8分。主なアクティビティは4、川下り、長瀞ライン下り、営業時間9時から16時ごろ、車片道5分。5、ハイキング、宝登山ロープウェイ、営業時間9時40分から17時前後、車片道8分。6、鉄道、SL、パレオ、エクスプレス、全席指定、事前予約制です。主なご当地グルメは、わらじかつ、安田屋、営業時間11時から13時、17時から18時、車片道30分。8、豚味噌丼、野坂、営業時間11時から15時、車片道30分。9、天然氷かき氷、浅見冷蔵、金崎本店、営業時間10時から16時30分、車片道8分。以上となります。いかがでしたでしょうか。フォレストサンズ長瀞は観光、グルメ、アクティビティに盛りだくさんな、初心者に極めて優しい高規格、高立地、おしゃれなキャンプ場、県内屈指の知名度を誇るのも納得です。長瀞へお越しの際は私は強くお勧めします。このチャンネルでは見るだけでキャンプの知識がめきめきつく動画を目指しています。参考になったな、もっといろいろ知りたいなという方は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。